島根県では雨が降り続き、大雨災害発生の危険性が高まっています。松江地方気象台は今日9日月曜日10時39分に、島根県沖で全状降水帯による非常に激しい雨か同し場所で降り続いているとして顕著な大雨に関する情報を発表しました。 島根県沖付近では今日9日日曜日夕方前にかけて断続的に雨が激しく降る予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫等に警戒してください。逃げ遅れないよう避難の判断を。島根県沖付近では非常に激しい雨が降り続き、3時間に150ミリメートル前後の雨が降ったとみられ、 土砂災害や河川の氾濫化発生する恐れが急激に高まっています。崖や川の近くなと、危険な場所にいる方は、地元市町村から発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。周りの状況を確認し、避難場所への避難か危険な場合は、少しでも崖や沢から離れた建物や、 少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなと、身の安全を確保してください。今後、急激に状況下悪化する恐れもあります。少しでも危険を感じた場合には、避難情報が出ていなくても自ら安全な場所へ移動する判断をしてください。顕著な大雨に関する情報とは、顕著な大雨に関する情報とは、 大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の洪水帯により非常に激しい雨か能島諸しょてり続いている状況を線状洪水帯というキーワードを使って解説する情報です。線状洪水帯による大雨か、災害発生の危険度の高まりにつながるものとして社会に浸透しつつあるため、 危機感を伝えるために2021年から運用が始まりました。情報が発表された地域の周辺では危険が迫っているため、地元の自治体が発表する避難情報などを確認して、速やかに適切な行動を取るようにしてください。直木省庁によると、過去のデータを用いたシミュレーションの検果。 この顕著な大雨に関する情報は1年間に全国で約10、20事例程度の発表が想定されるとのことです。発表の頻度は特別警報と比べて多いものの、当該の地域にとっては数年に一度あるかないかの大雨ですので、決して油断をしないようにしてください。